岩手県大船渡市では震災後初めてとなる祭りが盛大に行われました。五穀豊穣や豊漁を願う尾崎神社の式年大祭、これまで4年に一度行われてきました。前回4年前は震災の影響で神事のみとなったため、今日は8年ぶりの盛大な祭りとなりました。地元の人などおよそ1000人が参加し、権現様と呼ばれる勇壮な獅子舞を披露しました。このあと参加者たちは近くの岸壁まで練り歩きました。みこしを船に乗せて大船渡湾に繰り出しました。大漁旗を掲げたおよそ30隻の船、訪れた人たちが8年ぶりの祭りの風景を懐かしそうに見守っていました。面白かった。盛大でいいですよね。雨はねちょっとね心配だったんだけど、華やかなお祭りで楽しかったですね。8年前に近づけるように大きなお祭りになったらいいなと思います。